プール。そうだよ。プールは引っ張る。プールは引っ張る。そう、めっちゃ。よいしょ。さ、ここから出てきます。シカちゃん、看板娘。あ、なんか、何してるの。太陽あそこだもん。かも。今触ったら何かされる。お、何あった？何気なり？誰かが鹿せんべい買った。何あった？何あった？いきなり。誰かが鹿せんべい買ったから。あの人や。めっちゃ知っとる。ね、あの尻尾かわいい。真っ白。真っ白の尻尾。めっちゃかわいい。ハートになってる。かわいい。ピューンって言ったね。お母さん探し？お母ちゃん探し？ちょっと見られるのとこが怖いけどね。うん、あの太陽をその耳の真ん中で光らしたわけよな。それだったらなんか泣いてるね、泣いてるね。お、ちょっと難しいね。こっちやね。とりあえずこうね、いい角度でさ。泣いてる。こう。おお、頭光った。鹿の頭光った。おお、光ってる。鹿の頭光ってる。もうちょっとこういう感じ。こっち向け。はい、こっち向け。ね。土曜日のこの時間だもんな。渡るね、やっぱり渡るね。信号無視だぞお前。信号無視だよ。大丈夫かな。渡る。一緒に来い。一緒に来い。おいで、一緒に渡るよ。おいで、一緒に渡るよ。かわいい。めっちゃかわいい。あ、当たった。無事。もう大丈夫だぞ。でもね、ごめん、ご飯ないけど。一回喧嘩してきたんだろう。多分ね。足も壊れてる。めっちゃ可愛かった。近づかないでね。うん。後ろは攻撃。これ危ないし。後ろは攻撃力が強い。ほら、お尻が可愛い、シカちゃん。本当やん。ハートでーす。後ろに攻撃力が高いねんけど。お。あまり近づかないでねー。同じように足を。うん、ちっちゃいのいてる。あれは子供、あれはお母さん。さっきおっぱい飲んでたけど取れなかった。気をつけてね。ね、うちの猫ちゃうからね。
もうもうもういいもういいもういいもう怖いわ、もうやめて、本当に怪我したら大変やから。こっち来てくれるけど食べ物しないの。鹿せん探しに行こう。鹿せんべん探しに、鹿せんべい探しに行こう。これ何、え、これ何、わからん、わからん、触らないでわからん。あなた、もう来た、もう来た、ちょっと、ちょっと気になる。あ、食べられてるよ。ほら、これ買ってるで。まだだ。引っ張ってるで。引っ張られる。あれ奈良の人やね。やめてやめて。マンチュのピュー、マンチュのピュー、マンチュのピュー。もうないないない。だから言って。あ、ちょっと怖いわ。ちょ、近づかないで。近づかないで。あ、手噛まれてる。え、持ってるの？やっぱ持ってるからついてくるやん。食べても大丈夫、その髪。怖い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 。オラは持ってない。オラ見れば。うん、パパから離れて。あ、オラ持ってないよ。うち持ってないから。あいつが持ってる。あいつが持ってる。そう、だからパパに近づかんといて。いや、近づいたらあなたもやられるから。蹴られたら痛いで。さっき蹴られたから。そう、でも小さいやつだったでしょ。いや、意外と。うん。よいしょ。ひとまり当たらなかったよりかはマシや。それついてる。そこ考え、あと1枚、1枚持ってるそうです。1枚で、ちっちゃい子にあげたいそうですけど、大きい子が来るねん。いいのあげる、はい、いやー、子供がお隣取るだよ。あれ届かなくなった。ケイパン、ケイパン、パス無理、パス怪我させられるから。私は大丈夫。ちっこい子にあげたいの。半分にして、半分にして。あ、ちっちゃい、来てる、ちっちゃい、来てる、かわいい。取り分け。あ、あー、取れた、取れた。持ってない、持ってない、取られちゃった。終わり、終わり、終わりだって。私ないよ、ないよ、ないよ。ポケットに入れたら、から多分祈り、え、ちょ、お祈り、だっけ、匂いするやね。ポケット祈り、ポケット祈り、祈りちゃう。ああ、ごめんね、もう終わっちゃったね。それ喧嘩するよね。あ、そうか。あ、いい写真撮る。いい写真。あんまり近づかない方がいいってことかな。そうやな。あ、全然何もないね。また今度撮れない。なんだよ、何もないのかよ。今何もない。来てくれたけど。
わざわざ何もない来てくれたけど、わざわざご足労ありがとうございます。じゃあね、特に何もないんだけどね。いや、もらいに来て、もらいに来たけど、ごめんね、うん、またね。ただの待って、ぬるぬるしてて気持ち悪いな。